クリスマスが怖い。小さい時、クリスマスに母さんの実家に遊びに行った時、いとこの一人がクリスマスが怖いという話をした。何でも夜中に起きたら怖いサンタさんが部屋をうろうろしていたとか。本人はすごく怖い思いをしたらしく、サンタさんだったらいいじゃないか、などと、その話を笑い話にしていた俺や他のいとこたちに、それ以上の話をすることはなかった。俺と母さんはよく家でプチ心霊体験をしたんだけど、小さい頃は俺が怖がってしまうからと、自分の体験を話すことはなかった。時が経って、久々に実家に帰った時、なぜか家族で怖い話になったんだけど、ふと兄貴が、お袋の話って怖いのが多いよな。お前は知らないけど。確かに、現在進行形の話はよくしたけど、昔の話は聞いたことがない。母さんは自分の実家にいた時から、いろんな体験をしていたようだ。クリスマスの夜中に、玄関を開ける音で目が覚めたんだけどね。母さんも兄貴の話の後、少しだけ話をしてくれた。なんか嫌な予感がしたんだけど、やっぱり私の部屋に入ってきちゃったのよね。なんか来るって分かっていたから、布団を頭までかぶって寝たふりをしていたんだけど、ずっと部屋の中うろうろしていたの。私はいつの間にか寝ちゃってね。目が覚めたら布団かぶったまま寝ちゃってたの。朝だと思ってバサって布団から顔出したら、怖いサンタさんが天井に張り付いてこっちを見ていたって話なんだけど。いやいやいや、サンタさんって、ってまた笑い話になったんだけど、ふと昔いとこが言っていたことを思い出した。あの時は信じてなかったな、ごめんね。いとこも母さんも相当怖い体験だったらしいんだけど、怖いサンタさんっていうのが想像できない。サンタさんの服着てるんだったら、あんまり怖くないと思うんだけど、一体どんなサンタさんだったんだろう。クリスマスツリー。クリスマスは本来、冬に太陽の再生を願う生贄の儀式だった。クリスマスツリーには人形が吊るされるが、もともとは子供たちが吊るされていた。間引きの意味合いもあったのかもしれない。運よく狼の類に食べられずに一晩過ごすことができたら、お役御免となり、プレゼントがもらえた。食べられるのを望まない親は、いろいろな工夫をした。子供を木に吊るしたのも、食べられにくくする工夫だった。獣の注意をそらすために、子供の靴下を下げて、照明や光物で脅そうとした。クリスマスの怖い話。去年のクリスマスのこと。毎年この日になると、彼女がいないやつ数人で集まってドライブに行っていたんですけど、その年は私と幼馴染の Y の二人だけしか連絡が取れませんでした。二人でドライブって余計寂しくなりそうですけど、なんだよなんて愚痴を言いながら、山の方へと車を走らせていると、真っ暗な路肩に女の人がいる。
私の地元は相当な田舎なので、山道は舗装はされているけど、街灯なんてありません。今考えたら明らかに不審なんですけど、事故にでも遭わないかと心配になり、車に乗せたんです。その女性は随分と元気がないようで、私たちがいろいろと質問をしてもほとんど何も答えずに、ずっと窓の外を見ていました。いい加減無視されるのにも飽きて、車内が気まずい空気になった時、突然、止めて!と女性が叫びました。びっくりして急ブレーキを踏むと、路肩にまた別の女性が立っているんです。まだまだ町までは相当距離がある山道。一体どうなっているんだと、助手席の私が車を降りて、その女性に近づくと何かおかしい。その異変に気がついたのは、女性まであと一歩の距離まで近づいた時でした。下世話ですけど、どんな顔の人かが気になって、顔を覗き込んでみると、眼球全体が真っ黒だったんです。声にならない悲鳴を上げながら車に戻ると、事情のつかめない友人に無理やり車を出させました。そのままスピードを上げて街に向かう車内で、私が今起きたことを説明すると、それまで黙っていた一緒に乗っていた女性がこう言いました。それって、こんな顔?そこには、真っ黒な眼球で、私たちを見つめる顔。Y と私は、そのまま車を乗り捨てて、山道を駆け下りました。後日取りに戻った車は、なぜか車内が、びっしょりと濡れていたんです。クリスマス。俺が学生時代、リア充ではないけど、男友達ならたくさんいた。そんな中、クリスマスになって、リア充はカップル連れてどこかに行ったけど、取り残された俺たちは友人の家でパーティーをすることになった。ただのパーティーだとつまらないから、季節外れの百物語をやることにした。よくある、夏の夜中に、階段を離すたびに、ろうそくを一本消していくあれ。でも冬だし、暖房が壊れていたし、こたつだけだと上半身が寒いから、ということで。逆に階段を一個離し終えるたびに、ろうそくを一本ずつつけて温まろうぜ、って話になった。本来夏にやるものを冬にやるんだから、逆につけていくのも一興だろうと。そして出てきたのが、ろうそくが100本刺さったクリスマスケーキ。もはやケーキとは言えない、異形のものだった。酒が入っていたせいか、その異形を見て、みんなで大爆笑して、一通り笑い転げた後、明かりを消して、早速階段を始めたんだ。本当に、100が話し終えたら、幽霊が出てくるのか、と。一部の人は怖がって、また一部の人は興味津々で、俺みたいな一部の人は、どっちでもいいやって気分で、ローテーションで階段をするたびに、点火用のろうそくを持って、一本、また一本と火を灯していった。点火用のろうそく一本だけで、真っ暗だった部屋が、徐々に明るみを帯びて、みんなの影がゆらゆらと揺れていくのがなんかリアルだった。みんな火をつける場所はバラバラで、中央の方に火をつける人もいれば、端っこの方に火をつける人もいた。そして100話まで、あと15話あたりにまで差し掛かった時、異変が起きた。部屋の中で風もないのに、ろうそくの火がまるで、
風が吹いているかのように、流れるような炎を上げ始めた。それでもお構いなしに、階段を続けては、どんどん、ろうそくに火をつけていく男たち。そしてあと、10話くらいになったとき、突然炎が大きくなり、まだついていないろうそくにも、一斉に火がつき、猛烈な、大火炎となった。それを見た俺は、やばい、消火器だ、って、玄関までダッシュして、玄関の消火器を抱えて部屋に入ると、炎は天井まで届いていて、いよいよ、やばい状況になっていたのに、皆は唖然として、それを眺めている。おい、何やってんだよ、お前たち!って、俺が叫んでも、皆ポケーっとしているようなので、もうお前たち、真っ白気になっても知らねえぞって感じで、消火器を大炎上しているケーキに向かって吹きつけた。なんとかケーキの炎は消えたみたいだが、天井に燃え移ったみたいで、そっちにも消火器をぶちまけた。そこでみんなが我に返ったみたいで、お前、せっかくのケーキになんてことしたんだ?真っ白気になった姿で逆ギレされた。俺は黙って天井を指さした。そこには火が燃え移っていて穴が開いていた。そこでみんな事情を把握できたみたいだった。天井にも消火器をぶちまけたんで、見た目上は鎮火できたようだったけど、念のため消防車を呼んだ。皆曰く、別に炎は大きくならずに、普通に階段をしながら、一本一本とつけていたよ。あと最後の二本だったのに、って、口々に言うけど、俺から見たら、最後の十本で大炎上したあたりから、何も話さなくなっていた。遅れて到着した消防士に見てもらって、鎮火を確認してもらい、その後状況を説明したら、ああ、それ、火災旋風ですね、って言われて、その時は、何それって状態だったけど、後で調べて、おおよそ把握できた。でも、まだ疑問が残るんだ。火災旋風って、無風状態でも、ろうそくを集めるだけで起きるもんなのか?というか、なんで俺以外、大炎上していることに気がつかなかったのか。結局、この二つは、わからずじまい。で、もう一つ思い出した謎。俺が消火器を取りに、階段を駆け下りていったとき、みんなは、え?お前そこで、〇〇くんの話、聞いているふりして寝てたじゃないかって、真顔で言っていたんだ。確かに酒のせいか、途中少し眠たくなって、一時はこっくりこっくりと、船を漕いでいるところまでは覚えていたけど、完全には眠ってはいないし、終盤近くで急激に目が覚めてきたし、そもそも寝ていたら、大火災になどは気がつかないはず。もしもその話が本当だったら、その眠っていた人は誰だったのか。もし本当にそれが俺で、消火器を取りに行っていなかったら、俺たちは一体、どうなっていたんだろうか。メリークリスマス。午後からのあなたの運勢を占う午後からじゃんけんタイム。それでは皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうか。じゃーんけーん。ポン。今日の私はグーを出しました。ですのでパーを出したあなた。パーですからね。すべてを包み込んでしまうような、そんなあったかい気分で、今日はクリスマスイブですからね。過ごしましょう。パーを出していないあなたも、そんな気持ちで過ごしましょう。で、今日のラッキーアイテムはもうわかってますよね、皆さん。
クリスマスイブじゃないですか。ね、今日は。イブだからね。いくらその、クリスマス否定派の私だとしてもね。まあ、気分は好きなんですよね。その街中が、ジングルベール、ジングルベールみたいなね、タンタンタン、タンタンタンって感じのね。なので、チキンでございます。まあ、チキンね。もしかしたらね、鶏肉がダメっていう方もいらっしゃるとは思うんですけど、まあそう言ってもね、やっぱりクリスマスですからね。まあ、食べなきゃいけないとかではなくて、チキン、まあ見てもいいと思います。ケンタッキーのそのホームページ見て、ホームページを見てね。おチキンか。チキンに思いを馳せるとかね。なんだそれは。とかね。そんなの、あとカーネルさん、カーネルおじさんの顔を思い浮かべるとか、あ白いなとかね。そんな感じで、チキンでございます。まあ食べる方はね、もう、それは OK ですよ。美味しいよね。って感じでね。私も、今日はね、ケンタッキーが予約してあるので、まあ、これ録音してるのが23日なんで、まだ24日になってないんでね、実は。クリスマス、メリークリスマスって言いながらね、なってないんですけど、ちょうどさっきホームアローン見てたよ。よかったね、ケビン。ということで、今夜はライブありますからね。ということで皆さん、メリークリスマス。おはなるこん。メリーおはなるこん。またね。Thank you.